肩狙いですね。肩狙いで。わっと。わあ、ちょっと待ってください全然。これは。全然リズムが。やばいですね風が。わあ完璧。まあ良かったです。今めっちゃ良かったですよ。パパパパ。飛んでますね。良かったです。今待って良かったですね。このまま打ってたらどこ行ってたか分かんないですね。余裕で強さ。出だしが超マスト。ザーンでしょ。ザーンって感じ。入ったらバスクリーンですよ、あれ。でかい。当てました。でもまあいい感じでしたね。いやー、当たったらでかいっすもんね。でかいですけど、はい。風の影響あんま受けてなかったですね。ね、なんかもうちょっとあるかなと思ったんですけど。ヒューって普通に行っちゃった、はい。木に守られてるんですかね、あのね。そうね。上がりはあれですけど、低かった。うん、あんまりないですよね。低かったのか。今やっぱ低いボール打ちたかったんで、はい、UTG で、そうですね、はい。ちょっと大きいけど。はい。の方が安全ですよね。アイアンだと持ってかれちゃう。ちょっと一回この服で出るかな。ちょっと動いてきたかも。左ピンがめちゃくちゃ苦手だから、左に向いてる角度が足りてなかった。以上です。いい感じ。おおおお、ナイス、ナイスです。しっかり映ってますよ。やっちまった。ダメだ、頑張ろう。いやでもナイスショットでしたよ。でも最後はダメです。風がもうフォローのはずなんですよね。本当は分かんないですよね。飲みました。160ぐらいなんですか。いや54なんですけど。あ、風でね、60打っても多分。野球選手のオフシーズンって、うん、なんで皆さんゴルフされるんですか。やっぱ野球選手もみんなゴルフ好きなので、体を動かすにはやっぱりゴルフが一番いいかなって。トレーニング一環でもなるんですよ。打って歩いてっていうね。なんか野球選手のゴルフやってるの YouTube で何個か見たんですけど、うん、初めてやりましたみたいな。ラウンドデビューがコンペだったりとか、だから呼ばれるんですよ。
やっぱジャイアンツとか僕言ってましたけど、やっぱりゴールコンペに招待されて来てくれたら嬉しいっていうのが多いんですよね、うんうん、そういうのでやっぱりこう上手い下手は関係ないんで、そうですよね、はい、なんかもう交流なんですよ。やっぱりこう来てくれてありがとうって上手い下手は関係ないんで、もうみんなできると思うじゃないですか、感覚でできると思ってますよね、はい、思ってるんで、でパッともうやっぱりもうほんとすごいとこ打つ人いますよ、なんかあーとか言ってカツンってバンカー入れたりね、でバンカーからバンカーにまたねとかいっぱいいるんですけど、うん、でもそれがやっぱりでも楽しそう、周りの人も楽しいんですよ、うん、そういうやっぱりお茶目なとこ見たり、うんうん、野球選手はやっぱ野球やってるとすごいんだけども、ゴルフはちょっと俺らの方が強いんだよっていうのを言われるんで、そういうのがやっぱり ね嬉しいみたいですよ、それが上手かったらうわ嫌だなって、まあ、野球もできて、ゴルフもできて嫌だなっていう思われるから、ああいうところ面白かったです、うん、野球選手のゴルフしてる動画が、うん、で徐々にこれをそれをこうやりながら悔しくてうまく、そうです、やっぱ負けたら悔しいって、やっぱりスポーツ選手、野球選手特に負けず嫌いなんで、あ負けたら頑張ろうってなるんですよ、なるほどね、それで火がついてそうです、でみんな練習してコースもあって頑張ったらシーズン始まってやめるからまた同じなんですよ、あまたできなくなって、できなくなって、だからできるようになったらまた、うんうん、ね、あのうまくなると思うんですけどね、彼らはね、やればやるほど、やればやるほど、ポテンシャルがね、そうですね、違いますもんね、怖いですよね、止まっちゃう、ゴー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 、うまい、おーナイスです、ナイスパーです、あー止まりましたね、ナイスです、ね、ナイスパーです、はい、ナイスパーです、はい、この距離でピンさせても嫌じゃないですか、ダメなんですよ、私もダメです、もうね、いつもショートしてますいつも壁ドンっつって壁狙ってるんですけど、ピンがあったら、あ狙えない、いや、当たって落ちると思うんですけども、はい、もしそこで違う方向に、そう、ピンピンみたいな感じです、それが怖くて、打てなくて、いつもショートです、あー、やっちゃった今、入れに行った感じ、ありがとうございます。パターのこだわりとかあるんですか？絶対あるでしょ。絶対絶対あるでしょ。今ね、ずっと言いますけど、ね、絶対ありますよ。バレた。絶対ありますよ。いや、あるって言えば、うん、あるといえばですけど、はい、まあ、センターショットです。あ、ですよね。はい、で今思ってましたもん。あ、そうなんだと。で、あとやっぱ大きい、はいはい、ピンタイプ使ったことがないですよね、あんまり他の、 あとセンターはどうなんですかね、慣れます、あれ全然なんか曲がってないから、はいはい、まっすぐここの真ん中で打てばいいんだみたいな、打てばいいって感じです、ただ計測したらセンター合わないってでも自分はいいってね、いい自分の感覚ありますもんね、ん私は結構回避運動が激しいらしくて、そういうことですね、でも、あだから今のやつは開閉運動しない人向けらしくて、そうなんですよ、だから僕あれ使ったら絶対無理ですもん、え嫌ですか、いやもう無理ですね、なんかもう嫌ですか、打ち方が分かんないですか、はい、まあ、打ち方が分かんなくなっちゃいました、まあのなんか曲がってる感じのが好きです、この刺さってる感じが、うん、そうそうそう、あお願いします、これねバンカーバンカーこれ一番いいですけど、風で右行くんでしょ、そうですね、アゲなんで回転のかかり方で曲がり方がやばいですね、まあ、理想はあの右のバンカー上ぐらいからドローが、ドローってどうやって打つんですか、あれインサイド、インサイドどうやって打つんですか、ちょっと上げた方向よりこっちに来て、はい、こうなるとドロー、ね、手首変えれないんですよ、あ今返すの主流じゃないですね、ベースローテーションを返さないで、そのまま体の回転で自然に返すスイングがいいんで、僕左利きでしょ、はい、こういう動作はいいけど、こう動作ないんですよ、あ、そっか、そっか、返さないほうがいいです、あ、そう、はい、私はもう返さないと無理です、だからいつも僕こうやって打つ、バン、あ今主流の打ち方です、逆にこっちをこうやって出す、なんかプッシュアウトしますもんね、そう、私はもうめっちゃリストターンなんで、もう無理です、逆にこうプッシュとか出ない、でもそのドロー打つときはそういう回転しなきゃダメですか、腕のちょっとこうシャフトが寝てきて、ね、ちょっとアッパー気味に入るんで、ドローが
出ます、ね、チーピン来ないですか。昔そうでした。それがで僕もねやろうとしたんですよ。こうやってなんかこうやってフェースをこうやってただねこうやったらこっちなんですよ。やってみようか。いつも通り行きます。あ、ストレートです。あ、でもドロー、ドロー。わ、でも今ドローしましたね。ドローしましたよ、今。あ、ちょっといいんじゃないですか、今。なんか今強いですね。今、球強いですね。あれ今ので右手が最高なんですよ。はい、お、ちょっと、はい、今の練習しよう。まっすぐからのドローなんで、はい、私完璧です。完璧ですけど、ちょっとコースがね。私は卓球選手なんで、卓球の選手だった。卓球とかテニスの人もないですよね。だから、ここなんですよね。パンっていう。え、今度卓球しましょうよ。え打ったら取ってくれるんでしょ。ねえ、もういくらさ、バーン打ってもドーンとかって、ね、返されるの。あれめっちゃムカつきますよ。あれはさすがに返せないと。あの僕学校が卓球部強いんですよ。でそれで一回卓球やさせてもらったら、いくらスマッシュ打っても平気で返すんで、ビョーンって。ムカつきますよ。はい、それもう隠れてですよ。ああ、ビョーンって。カット気味。そう。ではないと思います。OB ではない。はい。でもここだったらもうワンオフ。やばい。やばい。イーストタウンって言ってたのに全く帰ってこなかった。でも卓球選手だったんですね。あ、そうなんです。そう。卓球っぽくないですか。いや、テニスっぽいです。そうです。私もなんで卓球だったんだろうなって思って。まあ、ゴルフに生きてきたんでよかったな。いや、でもこれうまいですもんね、卓球の人はね。卓球の面を変えてね。はい、テニスはこうね。はい。でもやっぱ右が強すぎて、それこそ悩みましたよ、はい、返すのが強すぎて、どうやったらなんか逆に曲がらないんだろうみたいな、こういうボールしかイメージできないんで、あ、こうね、うん、はい、うん、でもそっからやっぱりああいう今上手い具合にドロー系のボールいってるじゃないですか。です、ね、時間かかりました。かかりましたね。え、でも時間かかるってどこぐらいまでかかるんですか。何ヶ月も。そうですね、1年までいかないでしょ。いやでもチーピンはやっぱ1年ぐらいとかかりますね、はい、始めると。完璧。隣から隣から隣からキレッとシレットナイション。ちょっとね、今距離が分からなかった。バンカーバンカーは嫌。普通に打つ。難しいですよね。難しいです。硬い。今日は気づかなかったな、そこまで。ダボになっちゃうので頑張って寄せます。やばいわ。めっちゃ曲がる。やっぱりこうですね。そうですね。出だしがもう。いやー、です。あ、こっちなんですね、最後。はい。あー、やっぱ曲がった。ふっついたー。ね、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。今度は卓球ですね。もう本当下手ですよ。いや、そういう人ほど上手いんですよね。いやいやいや、下手下手って言って、もう卓球逆にやられたことあるんですか。卓球ですか、はい、卓球はみんなやるでしょ。まあまあ、まあ、あの日本でもやりますけど、アメリカ行ったらもう卓球台がやっぱり あるんで、その中断中って日本みたいに中止すぐできないんで、あのアメリカの場合はもうスケジュール的にもうタイトなんですよ、うんうん、なので待ち時間が長いんで1時間2時間も3時間も待つんですよ。アメリカの場合は球場でですか。もう球場で。だから何をするかって言ったらやっぱりそういうカードゲームで遊んだりとか、
卓球したりとかする人が多いんですよ。それで混ぜて回ってとか。そうなんだ。本当日本みたいにすぐ、はい、じゃあ中止って、あの予定日がないので、アメリカの場合は。それぐらい詰まってる。詰まってるんですよ。だからダブルヘッダーの日もありますし、そういうのが、あの雨で簡単に中止になれないので、うん、そういう待つんですよね。雨止まないからこのままやりましょうとかね、ありますしね。簡単に休みにならないんですよね。お疲れ様でした。今日は長い間、はい、いや長くはないですけど楽しかったですね。はい、ちょっと風が強かったですけど ね、 風の分ね、体力が結構奪われたかな、はい、ショットがちょっと乱れてましたけども、いやいや、その中でもスコアをしっかりまとまって、はい、いや、よかったです、楽しかったです。さすがだなと。やっぱ皆さんのね、野球選手のポテンシャルには本当驚かされました、はい。それが一番ですからね、アスリートの人はみんなそこがやっぱり大事なので。あと本当お話がすごく上手で、はい、そうですか、はい、関西人だからですかね。京都の方ですね。いや、なんか本当に実はあんまりテレビの前では喋れないんですけども、こういうのって結構喋るんですよね、ゴルフ場とかは。へ、はい、だからなんかイメージがなかったんですよね、はい、そのこんななんか気さくにいっぱい喋ってくれて、なおかつ柔らかくて、いやいやいや、もう楽しかった。ゴルフはやっぱ楽しいですからね、はい、そういう意味ではやっぱり会話も弾みますよね、はい、本当にありがとうございました、はい、これで次は卓球ですね。卓球、はい、皆さん、あのぜひ岡島さん、はい、これからもなんか解説とかね。そうですね、野球の解説しますんで。やられます、ね、はい、シーズン始まったらあの NHK の方で、うん、あの BS ですけども、うん、野球解説でやりますね、はい。あの日本の野球はジャイアンツ戦が多いと思うんですけど、ね、そっちの方で一番流れるやつじゃないですか。まあでも地上波であんまりやらないと思うんですけどね、あのジータスっていうあっちの方ですけども、うんうんうん、そっちの方でやりますけど、ね、まあ、ぜひそちらはね、解説とか見てください、はいはい。YouTube のチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。次回の動画も楽しみにしてください。バイバイ。